これね、お互いボールのね、なすり合いでしてね、国や国でね、地方からそういう案件が上がってこないっていう言い方するんですよ。大嘘ですね。そうなんです。で、地方は地方でね、はっきりと上げてこないんだよね。あのね、<や>例えば逆にね、その対象者をもう露骨にあの報告すると、逆にあの人権問題になるっていうようなことを僕は地方議員から聞いたことがあるんだけど、例えば中野区で えー、じゃあ例えば A さんが各々しかじかでこれは実は給付対象にはならないんじゃないかっていうような議論を議会でやっているのかあるいはそういう個別案件をね陳情じゃなくってね行政の手続きとしてやっぱりこれはあの法律変えてもらわないと現場としてはあのそのまま運用せざるを得ないみたいなそういうやり取りっていうのはないんですかね。 いやいや、個別の対象じゃないんですよ。うん、もうカテゴリーとして、カテゴリーとして、まあ簡単に言えば、あの外国の国籍の人、だから、個別の,の、なんだ、所得要件がどうとか、そういう問題じゃないんですよ。外国の国籍の人っていう、国籍の要件ですから、うん、あの個々別々にあの、この人はどうとか、その人はどうってう話はないんです。意外とね 個々別々にがないのでっていうのが国が動かない理由になっちゃってんでまあ今日はちょっとここであの終わらしときますけれどもあの意外とねあのここはあの奥が深くて地方の声と国の考え方やなんかをもう少し国会議員と地方議員ですり合わせたらちょっと出口がね あの突破できるんじゃないかななんてことはありますので、まあ、別のちょっと機会にやりましょう時間いただけばもう我々はもう何度もやってますのではい、はい、じゃ5番いきます、えー、奈良県警の捜査ということで白川司さんですねまあ、えー、安倍元首相の警護計画え,ーえー、警,え警,警護警備計画書を産経新聞が 公開請求したところほぼ黒塗り本当に怪しいとまあ真っ向からいう突破すると多分あの僕はあのこれを良しとしませんが、えー、まあ大体こんな感じに多分なるでしょうなそれで関連して6番ちょっと行きたいんですけど加藤清隆さんのツイッターですね。 TBS の8日昼のニュースによると奈良県警が山上容疑者を銃刀法違反や公職選挙法違反,で違反容疑で捜査しているという、えー、これらは微罪であり最も肝心の殺人容疑はどうなったのかまだどう容疑で起訴していないぞ何か、えー、きな臭い匂いがするということですな。ね 銃刀法違反だとか公職選挙法違反の容疑で捜査す,するのはまあすればいいと思うんですけど、まあ、加藤さんがおっしゃる通りこの殺人容疑の情報っていうのが全く出てこないんですが、まあ、何度も何度もこの議論してますが吉田議員あ,のあれからいろんなところ情報取ったりなんかしてどんな状況感じですか これはのえ土曜日のウィークインドライブでもこの問題があの記事がえ議論の対象になりましてあの私と山口紀之さんとあのまあ同じ感想というか山口さんの感想に私も全く同意だったんですけどえ要するにこうえ交流を延長するためにこれを使っているものと信じたい、うん。 <笑><笑>そういう結論なんですよ。あの交流延長するために、あのこういう、えー、関連の周辺の罪状で、えー、捜査を続けるっていうのは、手法としては、まあ、オーソドックスな手法なんですけど、本件に関して言うと、そもそもそのこの容疑者の撃った弾が致命傷だったのかどうかがクエスチョンだっていうことがずっと疑問として残ってるわけじゃないですか。だから 場合によっては、この容疑者を殺人罪で起訴できないかもしれないみたいな、ですねその疑いも実は晴れてないわけですよ。で殺人罪であの、要するに上げられないと、例えば準備罪とかなんとか罪とか、別の容疑で上げていくことになるんですけど、そういうことも含めて、あの別の罪状でなきゃ上げられないからやってるのか、それとも、 もう本命でやるために、あの交流延長してるのか、よく分かんないねっていうところが、非常にこう、クエスチョンで、だから、交流延長のためだと信じたいっていう、こういう <laughs> あの結論になるなるほどね、そういう見方ですな、はい、精神鑑定って11月まででしたっけえという、なんか細かくは知らないんですけどそういうふうにもあのよく耳に入ってきますね。 素朴な疑問なんですけどこれだけのまあ凶悪というか重大事件ですよねまあ、凶悪ですよこの事件を奈良県警の所轄だけでなんか解決するもんなんですかねあの刑事ドラマだとか刑事映画とか見たらなんか所轄と本庁のねうんぬんかんのいろいろあるだろうけどまあいやしくも安倍元総理が暗殺された案件をですね 奈良県警だけが捜査するっていうのは、なんかこう、あの奈良県警にはしてたけど、軽すぎるような感じがするんですけど、吉田議員はその辺、どんな印象です？そう思います。いや、本当に。だから、拘留されてるのはまだ奈良。えっ、ー、と、け警察署ど、ど、ど、どこに交流されてるのかわかんないんだけど、おかしいですよね、なんか。もう、だから、本当にこういう案件、元総理大臣。 本省の SP もついていたはずの案件ですから、やりようっていうかその、どうとでも整理のつけ方はあると思いますよ、えーうん、それはもちろん県警のメンツは丸つぶれになりますけど、丸つぶれにしていい実績しか上げてないですから。うん、うんはい まあね、実は昨日山口さんと大阪でちょっとご一緒させてもらったんですけど結構長時間ね、まあ、別の件でやっぱり、うんまあ、この番組でも他の番組でもねあの文化人放送局文化人放送局2でもいろんなあのセッションでやられてますけどやっぱり奈良県立以来のコメントと。 警察庁のコメントが違うということですよ。<laughs> 心臓に損傷があったと病院は言ってるけれど、警察庁は心臓に損傷はなかったと言ってると。この2つのまあ,あ見解の違いというのは自民党の調査会で明らかになってるんですね。それでとある議員がま個別に聞いたところ。 警察庁は、我々警察庁が発した心臓に損傷がなかったという見解があり、奈良県立医大が心臓に損傷があると、つまり2つの見解があるということは承知していますと、警察庁はそう言ってるんですよねやっぱり、ね、議員はね。 ここが突っ込みどころなんですけれどもどうもなんか各議員が足が止まるなんかちょっとそんな雰囲気があるやにこれからいろいろと出てくるんじゃないかなと思ってます。この番組や文化人放送局でもあまり変なことにならないような範囲内でねやっぱり真相究明はねしっかりとしていきたいなと思いますね。 よくこう、えー、冤罪の、ね、死刑っていうのがあって、うんでまあ、何十年も経ってからその警察の当時の,その捜査あるいはその立件の仕方がまが、あ、間違いだったり自白を強制したりあるいは証拠を隠していたり、うん、いろいろそういう,こう冤罪の不祥事っていうのは時々あの何十年だって 罪状が間違いだったということは、新聞報道に出ることあるじゃないですか、私は今回の奈良県警のこれは同じだと、私はそういうふうに認識していますはいありがとうございます。 え、今日の番組は22時45分まで続けさせていただきます。え、22時30分以降はあ、チャット欄の書き込みはメンバーシップのえ、皆様だけがあ記入できるという形を取らせていただいていますので、えご了解いただきたいと思います。7番いきます。安倍元総理を汚す報道。 安倍元首相と旧統一教会の協力関係事務所関係者が語るってまだやってんだねんこれね安倍事務所の内情を知る人うーんどのぐらい内情を知るんですかねええー、かっこですね統一教会の下関事務所が安倍事務所から徒歩で200メートルくらいのところにあって、えー、男性の幹部の方が定期的に事務所に出入りしていた選挙戦になると電話作戦 イベントで動員をかけるときも統一教会世界平和あ統一家庭連合に何人か出してくれということで事務所の方が声をかけて事務所とのお協力関係にあったと。んこの記事のどこがおかしいんですかね。ちょっと次いきますね<ん>8番一人旅 いや僕はこの、えー、<ん>はい、どうぞ、じゃあ、どうぞ、じゃあ、7番で止まりましょう。はい、どうぞ。はいはいい。や、僕の、ある人って誰だと。この、ある人なんていう、もう、得体の知れないことを、事実であるかのように報じるのはどうかと思いますよ。あの、まあ、安倍、3代続いた安倍家、安倍衆議院議員がですね、選挙に統一教会の力が、 必要だったわけがないそんなことしなくても山,山ほど手伝いに来る人いますよ。いやこの記事何言ってんだろうと思いますけど。うん、まあ内情が知る人の言ってることが正しかったとしても別に何か問題あんのっていう話ですよね。えーうんまあちょっと8番いきますね。はい、ですぐ地元 下関事務所で長年事務局長現在顧問していた N 氏にも確認したと。統一教会の人が下関事務所に来ていたということはない。ないということはないこと。んんどういうこと来ていたということはないこと。あ来てないってこと。統一教会関連も含め、えー、事務所が安倍事務所から200メートルのところにあることさえ知らないことはましてや 選挙関連で応援の一切電話作戦イベントの動員も頼んだことは全くないことそもそも統一教会関係の人の存在すら知らないので頼みようがない,とないことを確認した安倍事務所の内情を知る人という人の数字をちゃんと確認して取材したのかこうやって嘘を垂れ流す報道に断固抗議すると。 あつまりこの内情を知る人っていう人がどういう人かっていうことが分かんないってことを言ってるわけね。あどうぞえなこの方の,あの、えー、このなんだツイートも、まあ、私と同じ立場ですよねあ。私よりもっと内情に詳しい人があの、えー、長年事務局長を現在顧問していた人にこの方は確認をして一切統一教会の関係の人の。えー 関与はありませんでしたとっていうふうに言って最後にこの FNN が安倍事務所の内情を知る人という人の素性をちゃんと確認して取材をしたのか、まあ、この人は嘘だと、まあ、断定していますよね嘘そを垂れ流す報道に断固抗議するとおっしゃっているということですね。 なんか僕はちょっとあんまりどこがおかしいのか <laughs> よく分かんないんですけどね。えー、いやだからあの長尾先生は統一教会の方が手伝いに来ても問題ないでしょっていうそういうまあお立場ですよね。あ違う違う違うそうじゃなくて、はい、そのその立場であるなしに関わらずこの記事がどこが問題なのかあんまりよく分かんないででね、えー、あのこの記事が問題で先ほどの FNN の記事が問題だと、ああ要するに先ほどは FNN が安倍元首相とああ内情を知,知る人ってどういう人かってそういういことね内情を知る人があの、安倍首相と統一教会は、安倍さんはもともとあの統一教会のことを警戒してたんだけど、そのえー、選挙で必要になったから。 あの改めて統一教会と関係が深まったっていうことを、この内情を知る人なる人が言っているのを FNN が鬼の首を取ったように報じているわけですよ。で、それについて、先ほど次の人が、そんな事実はないということを、安倍事務所の事務局長だった人が、そんなことはありませんと言っていると。だからこの FNF は 安倍事務所の内情を知っている人というその匿名の人の情報をこうやって垂れ流すんじゃなくって、もうちょっとちゃんと角度の高い情報でもってえ報道をしてくださいという講義をしているということですよねなるほどね。